Excel 現場の教科書、本日は数値の表と裏の顔を見ていきます。はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。このチャンネルではビジネスの現場で役に立つ知識を学んで、皆さんと一緒に日本の働き方を変えていきます。ぜひチャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。数値の表と裏の顔というふうに申し上げましたが、表示形式というものを本日は学んでいきます。で、この表示形式を学ぶ前に、前回の動画で学んでいる、そもそも Excel ってどんなデータが持てるんだっけっていう、その3つの要素をね、しっかり押さえた上で見ていただきたいので、まだご覧になってない方は右上の方にあるインフォメーションカードをクリックしてみてください。はい、というわけで、表示形式一体何なのそれっていうところなんですけれども、端的に申し上げると、Excel の内部で扱っているデータと我々人間が見ているデータって実は違うんですね。見え方が違う、ただそれだけです。で、それが数値データにおいては、例えばね、1っていうふうに入力したら、人間が見た時にそれを1というふうに見せることもできるし、 100% っていうふうに見せることもできるし、みたいなね、そういう見せ方の違いができるということを本日は学んでいきます。では早速 Excel のワークシート見ながらやっていきましょう。はい、ではこちらのワークシートをご覧ください。こちらのワークシートにはですね、各担当者が今期どれだけ売上を上げたのか、またその担当者が全体の中でどれだけの構成比を占めているのかというのが数値で表現されています。 C 列と D 列、ここですね、数値で表現されていますね。で、この D 列、まあ、構成比なんで全体に対する割合、パーセンテージで表記したいですよね。こういう時には範囲を選択した後に、こちらホームタブ上のところのパーセントを押してもいいですし、あるいは、書籍で紹介してます、ショートカットキーですね、コントロールシフト5です。これを同時に押すと一気にパーセント表記に変わります。このようにセルの中にもともと入っていた数値データを違う表記に変える、これが表示形式なんですね。で、同じことをこちらでもやっていきます。 C 列、今39万から150万までありますが、これらをですね、円単位ではなく1000円単位で表記したい、こんな時にどうするか、これも表示形式を変えていきます。コントロール1を押しましょう。コントロール1、めちゃくちゃ使うショートカットキーですね。これセルの書式設定のダイアログボックス、これを出してください。で、この中いろいろいじるとですね、実はさまざまな、表記スタイルを変えることができます。ここにパーセンテージありますので、先ほどのやつはここからでもできるわけですね。ただデフォルトでは標準です。で、今回はユーザー定義というものを皆さんには知っていただきたいので、そちらから入っていきます。ユーザー定義、もともとの標準は G/標準と呼ばれるこれですね。これただの数値データを表します。 Excel の一番最初のデフォルトは G/標準なんですが、実務でよく使うのはですね、これですね。このなんかあるじゃないですか、シャープみたいなね。そう、この記号の中にコンマとかあったり、最後ゼロっていうね、いろんな文字が書いてると思うんですが、このスタイルをまずは覚えてください。はい、で、単位を変えたいときはどうすればいいのかなんですけれども、まずね、まずこれ単位変えずに一旦 OK を押してみます。するとこんな感じで今コンマがつきましたね。表示形式が変わりました。で、これをじゃあ1000円単位に変えたいと思ったときには、もう一度コントロール1を押して、ユーザー定義、ここに後ろにコンマをつけてあげるんですね。そうすると、はい、見事に変わりました。39万が390となりましたね。ただ数式バーを見ていただくと、ここにはちゃんと39万というふうに書いてますね。 F2 を押しても39と出てきました。このようにExcel の中に含まれているデータと我々人間が見れるデータには差がある、すなわち数値の表と裏があるというわけです。ここは表示形式に関しては奥が深いので、また別の時にやりますが、ぜひですね、この使い方ができるんだなということを押さえておいてください。はい、本日の学びをまとめていきましょう。ポイントは3つありましたね。1つ目は Excel の内部で持っているデータと、それを人間が見ているデータっていうのは見た目は違うんだよ、見た目は違うことがあるんだよってことをまずは押さえること、これが1つ目のポイントです。データは同じだけど見た目が違うってことですね。で、2つ目のポイントは、
数値データの見た目を変えるためにはセルの書式設定っていうダイアログボックスをよく使います。でこの中にあるユーザー定義ってありましたね。いろんな表示形式のスタイルを変えれる場所ですけれども、セルの書式設定のユーザー定義、これをめちゃくちゃ使うので、コントロール1というねショートカットをぜひ覚えてください。これがポイント2つ目です。で3つ目ですね、まあ、これもまた表示形式でよく使うショートカットの一つとして、パーセンテージをつけるときにコントロールシフト5っていうね、この3つのキーボードショートカットを使う、これもねぜひ覚えていただきたいなと思っています。はい、というわけで、皆さんがですねよく使うショートカットっていうのを、まあ、現場で使う順、まあ、重要度の高い順に並べた一覧 PDF みたいなものをダウンロードできるように実はしています。右上にありますインフォメーションカードをクリックしていただいて、私のページからぜひですねダウンロードしてみてください。次の動画、こちらの動画だったりこちらの動画も皆さんの役に立つと思いますので、ぜひご覧ください。本日はどうもありがとうございました。 See you next time. バイバイ。